はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日はニコン F3 の話をね、少ししてみたいと思います。まあ、ニコン F3 は、私のですね、思い出のカメラというか、あの一番最初にですね、ニコン製品を買ったというですね、前提の話で言うと一番初めに買ったカメラでございます。高校時代にね、まあこれはですね、完全にいつも本当のこと言ってるんですけど、親のすねをかじってですね、高校3年生のですね、写真部員だった頃、1学期ぐらいだったのかな、あの結構早い2学期とかじゃなくて1学期ぐらいだったと思うんですけど、その頃に買ってもらったようなね、カメラですね。でそれまでは、オリンパスの OM10 というですね、カメラを使っておりまして、でそれにマニュアルアダプターをつけてですね、使っておりました。で当時写真部の先輩たちはですね、ペンタックスの LX を使ってる先輩、そしてあと OM2 を使ってるですね、先輩がいらっしゃいましてね、まあ比較的あの当時はペンタックスだったりオリンパスだったりも人気でですね、写真部員で一眼レフを持ってる人はですね、そのようなカメラを使っておりました。であとあの高校のですね、同級生でですね、やはりその写真部員ではなかったんですけど、あのテニス部員でしてね、私と親しかった人はあのキャノン A1 を使っておりましたね。まあ、だからキャノン A1、結構その当時ですね、なんかいいなっていうふうに思ったような覚えもありますね。シャッター優先だったり絞り優先だったり、なんかそういうですね、まあ、複雑というかね、あのあらゆる自動化されたようなカメラでしてね、でキャノン A1 も、私たちの間では人気でございました。まあ、それでですね、ニコン F3 をですね、買った背景というのは、他の動画でもね、まあいろいろとですね、私の、F3 についてのですね、思い出を語ってるんで、まあ、今回はですね、その辺はですね、省略させていただきますけれどもね。でこのですね、皆さんの、今目前にですね、今置いてあるものね、でこれはですね、ニコン F3 のですね、これは新発売、発売される、段階、1980年の2月15日っていうふうに書いてありますんでね。で、その頃のカタログだと思うんですけど、まあ、これをですね、まあ、引っ張り出してきました。まあ、これはですね、引っ張り出してきたというか、これはですね、あの、直子さんにですね、ネットでですね、見つけてもらって、買ってもらったものなんですけどね。で、これはですね、あの後藤さんの、後藤さんが動画に出てね、くださった時のですね、お持ちになってたカタログと、同系のカタログ。それでこのですね、表紙がですね、エンボス加工っていうんですかね、ちょっと浮き上がってる感じでして、これ分かりますかね、皆さんね。これはですね、一番最初のカタログのみだったらしいですね。あ、これ、あ、これ分かりますかね、これね、これへこんでますよね、裏から見たらね。でそれでね、精度とフォルムの融合、 F3 はそこから全てが始まった、1980年ね、80s、ニコンの、回答、スーパーニコンとありましてね、この真っ赤なですね、このね、裏表紙もすごく印象的でしたね。でこれはですね、私は買った時点ではね、もう1980年の時点ではないので、少しあのね、時間が経ってから買ったんで、このカタログはね、カメラ店では見てなかったんですが、ただまあ当時そうですね、あのカメラの北村松江店に行ったらこのようなカタログがですね、残っていて、でその時にこのですね、一番最初に出たカタログだったかどうかはあの記憶にありませんが、これはあのこのようなカタログ、このようなね、印刷の、カタログはですね、以前私も手にした覚えはあります。でこれね、あの、ね、 F3 はね、ジョルジェット・ジュージ・アーロ、イタリアの天才的カーデザイナー、ね、フェラーリ、アルファロメオ、 BMW など多くの名車を手掛け、その機能的な美しいスタイリングは、世界中から高い評価を得ている。現在はトリノ郊外に設立したイタルデザイン社の代表者として、車だけではなくタイプライター、オーディオ製品など幅広い分野で活躍を続けているというね、当時バリバリのですね、デザイナーさんだったね、あのジョルジェット・ジュージ・アーロを起用してですね、ニコン F3 はね、まあ、このようなね、シルエットでですね、こう世の中に登場してきたと。でこれは本当にね、私ね、 F3 を買うまではあの、まあ、このこれと同型のカタログではなかったんですけどね、カメラ店に行ってカタログをもらいましてね、
まあ、このような写真を見てですね、あーかっこいいなというふうに思いましたね。でただ以前の動画でお話をしたんですけど、あのたまたまですね写真部員で、ね、同級生の、男子がいましてね、その彼が、使っていたのはニコン F2 フォトミック AS のブラックボディでしてね、それをまあ見た時はすごい武骨なデザインだなっていうふうにね思って、まあかっこいいはかっこいいんですけどね、なんかまあちょっとそれはですね、まあ例えば先輩が使っていたペンタックス LX だとかね、あのオリンパスの OM2 とかとまた違ったですね、あの頭でっかちなイメージでね、異色な感じで、F2 のフォトミック AS に関してはですね、まあ、欲しいなっていうふうにはなんか思ってなかったですね。だからニコンというふうなブランド自体をまああんまり知らなかったというのもありますね、そもそもね。だからやっぱりその先輩たちがペンタックス LX や OM2 を使ってたということとかね、まああとまあ私が出入りしていたですね、あの写真屋さんというかカメラ屋さんもですね、あのペンタックスと富士フイルムのですねカメラがメインでしてね、まあ、富士はまあコンパクトカメラだったりとかしたんですけどね、当時はでも富士かっていうね一眼レフも出してたんじゃないかな、まだ、まあ、一応ニコンはですね、店頭にですね鎮座してたんで知ってはいたんですけど、その当時当然ですね、その頃は F3 がそのカメラ店のですね棚の一番上に鎮座してましたね。この MD4 のこのモータードライバーはですねその店には置いてなかったので現物は見たことはなかったですね。でこれこれこれこのね FPC ね基板フレキシブル基板ですね、これが、ニコン F3 を分解するとですね、底板を開けるとこの辺が見えてくるんですけどね、まあ、これは私もちょっと底板は全然ね素人なんですけど、まあね結構その近年ですけど、まあ、分解したことがありまして、この辺はですね見たことあるんですけどね、まあ、それとFPC 基板の話をですね後藤さんに話をしていただいた赤山修チャンネルの動画もございますので、まあ、ぜひねそれは遡ってですね見ていただければと思いますけど、これをですね後藤さんが設計されたらしいですね、この基板を。でそれでね、まあ、ちょっとまあざっと読みましょう、ね、F3 の基本は TTL 中央部充填ボディ速攻ということでね、中央部充填速攻ね、それで、ね、F3 には絞り優先オート機能がね、組み込まれているということで、かつての、まあ、それまでのですね、ニコン F2 ね、まあ、ちょうど F2 ありますけどもね、このニコン F2、このニコン F2 はですね、メカニカルシャッターで、ね、シャッタースピード、マニュアルでシャッタースピード、あとそして、絞り値をですね、決めて、ね、撮影者がですね、すべてですね、設定をしてですね、撮るカメラでしたけど、ニコン F3 に関しては、ね、絞り優先オートが組み込まれているということで、私のようなですね高校生の写真部員にとってはやはりそのオートに頼るというね、頼りたいというところのね気持ちもあるし、あと新しいもの好きというところでですね、マニュアルのカメラよりはですね自動化されたカメラの方が使ってみたいなっていうふうにね思って F3 に関してはですね、まあ、憧れてですね、まあ、最終的に買ったと。でただそこら辺の話をね端折ってしまうとねまあ面白くないので、まあ、今日はどちらにしてもまあ F3 の話とですねちょっと F3 の、マイナーチェンジの話をねしたいと思うんで、そこら辺のですね経緯を話しますとね、その F3 を選ぶまでの実はコンタックスの RTS というカメラがありましてね、でその当時はヤシカね、後に京セラになったのかな、ちょっと分かりませんけどね、ヤシカだったのが京セラになったのがいつ頃だったのかがちょっとはっきりしませんが、まあ、コンタックス、ね、カールツアイスのレンズを使ったね、その一眼レフのボディが RTS っていうのがありまして、でそれとあとキヤノンで、キヤノンのニュー F1 というカメラがあって、そのカタログをですねまあ一部ずつもらってですね、ニコン F3 一冊ね、コンタックス RTS 一冊で、あとキヤノンニュー F1 一冊もらってですね、持ち帰って毎日ですねトイレの中に持ち込んでも読んでしまってね、読んでるようなことで親に叱られたりとかしたんですけどね、まあただそういったことで、まあもちろんその買えるものね、そう簡単に買えるものではないのでね、まあそういうその欲しいなっていうふうに思うだけのですね憧れてのですね、まあその熟読というかね、カタログをですね隅から隅まで読んだようなね覚えを、がありますね。この今カタログを見てるとね、すごくその当時のことをねなんか思い出す気がしますね。
で、あとスピードライト撮影には TTL 自動調光で対応と。ね、まあ、これは専用の SB12 というね、スピードライトを私も買ったりとかしたんですけどね、 TTL オートで使える、ね、パチンパチン折れるタイプのですね、あのスピードライトでしたね。で、 F3 のね、時間制限はクォーツがコントロールする。で、カメラの作動の基本というのはね、言うまでもなく正確な時間の制御ですと、ね、今読んでますよ。で、 F3 はクォーツ推奨振動子の一定した基準振動数、ね、32.768Hz ですね。これは 32768Hz ってなるのかな、まあ、32768Hz を利用して極めて高精度にカメラ作動一連の時間制御を行っています、ね、で、例えばマニュアル露出時のシャッタースピード制御でですね、8秒から2000分の1秒の15段階の基準信号がクォーツにより電子シャッターに伝えられ、正確なシャッタースピードが刻まれるのですということで、まあ、これはニコン F2 の時になかったですね、クォーツ制御がですね、シャッターの機構に、ね、こう組み込まれたということですね、まあ、そしてまあ液晶を採用したファインダー内デジタル表示ね、まあ、これはファインダー内の小さな液晶表示がですね、シャッタースピードを表示しておりました。ね、もうこれ大雑把にいきますよ。シャッターをクォーツがコントロールする F3 は高精度なマニュアル露出を求めたと。ね、で、マニュアル。で、マニュアル時のね、シャッタースピードもね、やっぱりクォーツで制御されてたみたいですね。で、このようなね、このような表示。で、これがですね、これ今、ファインダーの中のこれね、これ、ファインダーの中のこの表示のね、こう絵ですけどね、というか。図解ですけど、これがですね、ここにね、シャッタースピードがね、出てくるので、それが小さくてね、読みづらいというね、意見も結構あったし、あとプラスマイナスのですね、両方、プラスとマイナスが両方ですね、浮き上がってた時にですね、適正ロスということなんで、で、どちらかが出てる時は、マイナスの時はまあアンダー、プラスの時はオーバーなんですけど、このプラスマイナスが同時表示された時が、適正ロスというのがね、針式、指針式ね、針式のですね、ニコン FE2 などの方がいいとかね、あとまあニコン F2 のフォトニック A の針の指針方式がいいっていうね、意見も結構耳にしましたね、当時ね、うん、まあでもね、この写真とかもね、すごくね、懐かしいですね。本当にね、これは最初のカタログですけどね、同じ写真がね、しばらく使われてたようなね、ところもあったと思うんでね、そういったところがですね、すごくなんか思い出に残ってますね。で、これはね、ニコン F3 のね、こう、何かな、透かしたスケルトンの印刷ですね、これね。これもなんかね、当時手書きだったらしいですよ。デザイナーさんのね。これは後藤さんから聞きましたけどね。これもね、すごい精巧なね、図ですよね、これね。で、 F3 のバックボーン、それはダイキャストボディということでね、これほらダイキャスト、ね、これは ねシルミン系のね、これはね、顔銅、ね、銅を含む、ね、顔銅シルミン系アルミ合金のダイキャストボディを採用ということでね、すごくね、強いみたいですね。で、こういうものを使ってきましたね。でね、シャッターユニットにもね、数々の新機構があってありますけどね、まあ、ちょっとこれ読んでみましょうか。で、シャッター走行部全体のメカ作動が極めて高精度な F3 のシャッター機構。マニュアル露出時はもちろん、オート露出時には、正確なね、シャッタースピードが得られるよう、ニコンは F3 のために先進技術を投入して新しいシャッターユニットを開発した。で、例えば、シャッター膜の走行部分にはフッ素入りの樹脂を使用。全体の重量も軽くなり、走行を滑らかにしています。で、このため、走行負荷が少なくなり、作動音やショックなどを軽減。で、モータードライブ MD4 使用時のね、コマ速向上にも役立っていると。そしてね、ナイロン系樹脂のドラムとシリコンゴムのダンパーで構成された新しいシャッターブレーキを採用して、ね、ショック吸収効率をさらに高めたと。で、シャッターの基本部分にここまで神経を配った F3。で、こうしたきめ細かな配慮がメカニズム全体の精度と耐久性の向上に役立っているのですと。うんね、まあ、こんなのをね、読みましたね、高校時代ね。ああ、これね、これね、こういう、ね、細かい、ね、部品のね、こう、動きだって、あとね、スムースでね、洗練された操作感巻き上げれば、これね、F3 のこれ特徴ですよ、これ。
で、巻き上げ角は140度、予備角は30度。予備角ってのはね、まあ、ちょっと今スライドあるかな。予備角ってのはこれね、巻き上げレバーがあるでしょ。これをね、ここまでね、ここで今こう遊びですから、この遊びで、この遊びのところ、これが予備角で、予備角ね、予備角は30度でね、巻き上げ角はね、まあ、これをまあバチッと取りますわね。まあ取るよで取って、でこれガーッと回すと、これ140度ね、140度で、であとね、小刻み巻き上げも可能で、小刻み巻き上げがこのね、フラッグシップのニコンのいいところ。これでほら、これでワンストロークで140度、ね、でそれで小刻み巻き上げ、これがね、もうね、フラッグシップのニコンをね、ぜひ触っていただきたいってところ。これね、これはね、いいんですよ、すごく。で、あとね、巻き上げがすごいスムースですね、ニコンするよね。はい。だからそういうことでね、まあ実際、まあ今日はまあカタログをね、追っかけて読むだけでは面白くないので、まあ実際、まあ今、私もね、これを初めて、あえてね、皆さんに、お見せするというタイミングで、あえて久しぶりに開いております。久しぶりというか、直子さんに買ってもらっては初めて。ね。それでもう高校時代からね、こう考えてみると、ほんと超久しぶりですね。まあ、後藤さんとのね、収録の時もね、見たんですけど、ただ後藤さんの時もね、これをパラパラっとこう開きながらね、実際その時にね、まあ、F3 の話をいただいたのでね、あまりね、動画を撮りながらだったんで、じっくりと見ていないですね。で、このね、太陽のね、このね、この日の出のね、この写真、これはもう懐かしいな、これね、これ超望遠でしょうね、これね。レフレックスニッコール 1000mmF11 の写真ですよ、これ。ね。これね、F11 のね、まあ、絞り固定ですからね。500分の1でね、KR。KR コダクロームですね。64ですね。コダクローム64のね、フィルムで撮った。ね。太陽が昇るスピードは想像以上に速い。モータードライブ MD4 は軽やかなモーター音を残しながら、一日の始まりを追い捉えた。というね。最高6コマ毎秒、流れるようなボディとの一体感、ね、機能とフォルムの合致はモータードライブにまで及んでいるということで、ね、これがこのね、ニコン F3 のモータードライブがついたね、形ですよね、これね。ちょっとこれね、レンズを外してみましょう、ね、これですよ、これね。まあ、これはちょっとゴム張りしてあるんでね、通常の F3 はもっともっと綺麗なんですよ、ね、こんなゴツゴツしたねデザインじゃないんでね、これはゴム張りしていて、もうちょっとこのぐらいのね、まあ、こういったものしかうちにもう残ってないので、あとね、何個かありますけどね、もうモーターがやられてますね。今日もね、皆さんにお見せするのにもうちょっと綺麗なね MD4 をねお見せしようと思ったんですけど、モーターがいかれてました。もうだからもう全然ダメですね。もう多分それはもう修理は効かないんじゃないかな。まあ、でも今うちにですね、動くモータードライバー2台ありますけどね、そのうちの1台ですけど、まあ、こんな感じですね。でこのですね、まあ、モータードライバーをですね、初めてつけたのはこれね、本当に私もね、意外とね、早くてね、親のすねをね、いくらかじってんだっていうようなことになっちゃうんですけど、高校時代のね、こう卒業間近ぐらいにね、 MD4 を買いましたね。で MD4 をつけて、まあ、だからなんかアホですよね、本当にね、高校生がね、当時ね、これですね、 MD4 って今でも定価は覚えてるんですけど、5万円もしたんですよ、5万円だから よく5万円ね、親のスネークかじったんですよ、本当にね、本当すごいわ。もうボディ自体は13万9千円だったですからね、もうその値段はね、本当に頭に入ってるっていうことは、なんでかっていうと、本当欲しくてね、いつもね、製品のカタログを見たり価格表とか見てたりとかしたんでね、勉強よりね、頭に入ってるんですよね、そういうのね。だからなんか本当そういうことを思い出しながら今カタログをね、追っかけておるんですけどもね。でも本当これね、もしかしてね、同じ同い年回りの方ね、懐かしいと思われませんか。スピードライト SB12、 これ私持ってましたよ、これね。これは TTL 専用で、あとマニュエル発光がね、できるだけでしたね。マニュエルもね、確かフル発光だけじゃなかったかなっていう気がします。で、それでね、TTLO とかフル発光だけの確か2種類、スイッチでですね、TTL なんかマニュエル発光かを、ね、こう切り替えるようなスピードライトだったと思います。
で、このね、あの巻き戻しクランクのねところにね、スピードライトをつけるわけでしょ、この SP12 は。で、それでね、巻き戻しクランクを隠しちゃうんですよね、これね。ですからね、あのそのようなね、あのことなので、あの巻き戻しクランクは見えないのでね、しっかりとフィルムが巻き上がってるかどうかっていうのがね、見えにくいのがすごく難点でしたね、この SB12 のね。で、それでね、あ、今そうかそうか、ちょっとこれはね、あのこの動画をねご覧にならない、なってない方がね、あの質問されたことかもしれないのでね、あのその方の質問の答えをね今しても仕方がないかもしれませんが、まあ、ちょっとね余談をしましょう。あの SB12 をですね、このね今カメラをこうね天地に向かったら、今画面の天の方が無限遠だと思ってくださいよ、ね、こういうふうにね構えた時にですよ、ね、まずまあここにですね SB12 をかぶせるじゃないですか、ね、それでそしたらまあここにガンカプラーというかね、スピードライトのソケットがね、まあ向かって左肩にあるわけですよ。で、これはいつも私がね言ってますように、カメラ正面から見た時に向かって右側が右軍幹部ね、で向かって左側が左軍幹部なのでね、結局要はその私が今言ってるところは右軍幹部ね、巻き戻し側のですね、ね、ここのですねスピードライトのソケットがあるんで、でそこがですね、まあ、スピードライトの、まあ、取り付け口なわけです。ね、それで、まあ、今はね普通の F3 の話をしようと思ったんで用意してませんけど、 F3P というね報道用のカメラは、ね、このファインダーの上に実規格のねホットシューがついているわけですよ、ね、これは専用スピードライトの設計のソケットね、 SB12 をね、でそれでここに、まあ、実規格の、まあ、例えばそうですね、オリンパスさんだったりペンタックスさんだったりが採用していた、あとキャノンさん、キャノンニュー F1 とかもそうでしたね、あの実規格のね、まあ、集があって、それをですね F3P を追加してるわけです、ここに。でしかし、じゃあなぜに普通の F3 がねここにホット集を採用しなかったかということはですね、これねニコンさんからはっきり聞いたんです。これはもうサービスセンターでね当時聞いたのかな、あのそれはですねファインダーが取り外し式で、かつこれいいですか、これ上からねご覧くださいね、これをねロックスレバーをこうね解除して上に外れるんですよ、上にスポーンとスライド式ではめ込むということじゃなくてね、スポーンと上から外れてしまうので、結局スピードライトをですね、ね電池が入ったスピードライトをこの頭の上にね乗っけてしまうとね、そのスピードライトの自重とか、あとぶつけた時のショックでですね、このホットシュー、ね、ここのですね、アクセサリーシューですね、もろともバキッと折れてしまう可能性もあると。いうことで、強度上ですね、不安があるので、だから、あの、こうね、スピードライトをつけた時の強度はですね、この左肩の、この専用シューをね、使った方がいいですと。いうようなことをですね、ニコンには何度も聞きましたね。で、だからまあ、そうなんだと。で、それでまあ、結局ですね、その今これは上からのかぶせ式ね、着脱式のですねファインダーの取り付けが F3、 ニコン F2 もそうだったね、ニコン F2 も F3 もニコン F もそうだったね、まあニコン F から F2F3 まで続いたですね、このファインダーの装着方式がですね、この F3 の次のニコン F4 からですねスライド式になりました。まあ今はもう F4 がうちに手元にないのでね、まあ動きでね説明させていただくと、F3 はね、このまんま上からこうね、上の方に引っ張ってね、引っ張り上げて外しました。ファインダーをね。それで、ニコン F4 は、ここにレールがあってですね、この左右に。このレールに合わせて、こう、ストーンとこう、後ろから前にね、ガチャッとね、はめ込んでレールに。だからもう上に引っ張っても外れないんですよね。それ最終的にガチッとですね、一番前にですね、押し込んだ時にロックされる形式になっていたので、ね、ニコン F4 からは、ホットシューが、このファインダーの上についたという、そういうことなんですね。まあそういうまあこぼれ話ですからね。まあだから F3 までになぜに普通のね、一般製品にですね、ホットシューがついていなかったかというのはね、強度上不安があるので、でだからまあプロ限定品ではそれは採用したけれども、一般市販品では採用しなかったっていうことらしいです。はい。
まあ、もしもそれに関してですね、何かご意見があればまたコメントをいただければと思いますけど、私はね、何人かのニコンの関係者に聞きました。はい、だから、あ、なるほどねっていうふうに思ってですね、教わったんですよね。はい、じゃあカタログに戻りましょうね。それでですね、まあスピードライトね、で SB11 ってありますけど、当時私ね、報道の仕事ではね、 SB14 っていうねスピードライトをね逮捕されてましてね、 SB14 というのは SB11 よりちょっと小型で、ね、ガイドナンバーが32だから、今考えたら32って小さいですよ ね。今クリップオンでも32ぐらいありますからね。まあ、あくまでもあれですよ、ね、照射角が 35mm レンズを、ね、カバーするぐらいの照射角で、32、ガイドナンバーが32ということでね、それを使ってましてね。はい、でね、そのね、SB14 に関してね、これはね、今の写真が SB11 というね、スピードライトなんですけど、それは思い出がありましてね、他の動画でも言いましたけどね、SB14 のこのスピードライトのこの発光部はですね、クリックはあるんですけど、正面向きのところでロックがないんですよ。で、ロックがないってことは、記者会見とかね、ごちゃごちゃしたところの会場で取材するとね、他のカメラマンの体とかに当たって、この発光部がそっぽ向いちゃうんですよね。で、それでそっぽ向くといけないので、私が対応していただいてたスピードライトに関しては、報道用特注でですね、金具が作ってありましてね。で、金具をですね、このヘッドとこのグリップのところのこのね、付け根の部分に、ね、金具があって、でそこにですね、こうネジ止めのですねストッパーみたいなのになってて、で発光部がですね左右ねに、首振りをね勝手にしないようにですねロックができるようなねことになってまして、でそういうふうなものをね借りてましたね。それはもう後でそういう改造だったってことを知ったんですけどね、それは一般市販品をね後で手に入れた時にそれがなかったんで、あれと思った時に、あ、そうだったんだ、特殊品だったんだなって思いましたね。それも一つのね報道特需品としてね、なんか覚えがある、ね、ものですね。であとこのファインダーね、ファインダーね、これね先ほどね外したじゃないですかね、 D2 ね、 D2 ですね、これね、アイレベルファインダーね。でこれはね、標準装備の軽量でコンパクトのファインダーです。ファインダーシェア率はほぼ 100% ね、 24×36mm をフルサイズで活用できます。ファインダー倍率は50ミリ標準レンズをつけた場合ね、で無限大、無限遠の場合で 0.8 倍に見えます、ね、でまたペンタプリズムの反射面には銀定着を施し、明るい視界を確保、ピント合わせもスムースに、確実に行えますということでね、これが標準のファインダーで、それが後にですね、ハイエーポイントファインダーになっていくんですね、まあ、ただこの時点で、このカタログが出た時点で新発売の時はハイエーポイントありませんね。私はね、高校時代にハイエーポイントもすでに出てたんでね、ハイエーポイントのファインダーも別売でね、買った覚えがあります、ね。だから専門学校にね、行くまでにハイエーポイントのファインダーも余分に買ったんですよね。はい。でね、あとね、このファインダー、あ、これね、ちょっとまあ、コーバリスファインダーの DW4 っていうのと、アクションファインダー DA2 ってありますけど、これも後に買ったは買ったんです。まあ、今はもう手元にないですけどね。これは買って持ってました。ただなんかね、これこういったものをね、家を解体したんですよ、私、古い家をね、もう解体した時にもう家の中に置いたまんま解体してもらってしまったので、もうね、こういったものをね、もう全部どっかにね、もう行ってしまってますね。やっぱりそんなものはね、まあ今から考えたらもったいないなと思ったんですけど、もうそこまでもう整理してたらもうね、なんだかんだ時間もなかったので仕方がなかったですけど、ね、ファインダーね、まあ、いろんな種類がありましたね。アクションファインダー持ってました、ね、DW4、ね、これね、コーバルスファインダーでね、これね、スクリーン上の像を、ね、6倍に拡大できると、ね、それであとね、指導補正のね機構も入っていてね、もう視力に合わせて、ね、ピントもバッチリ見えるようなね、コーバルスファインダーでしたね。ウエストレベルファインダーは私は持ってませんでしたね。友人はね買ってましたけど、私はこれは買いませんでした。あれね、ウエストレベルファインダーは買ったことがないです。これだってさ、ね、これファインダーを外せば上から見えますんでね。まあ、囲いはないですけど。ね、これね、ほら。だからもうこれでいいわっていう感じでこれで使ってましたね、私はね。だからウエストレベルファインダーは買わずに、ね、まあ結果的に買ってないです。で、あとね、ファインダースクリーン。で、ファインダースクリーンはね、これね、これはですね、標準はですね、K というのが入ってんじゃないかな。そうそう、うん、K 型、スプリットマイクロ式、ね、F3 に標準装備。で、これは、私はですね、早くから、
これはですね、方眼マットにしましたね。方眼マットは E 型っていう分ですね。E 型。B 型の、ね、マット式に方眼を入れたファインダースクリーン。ね、PC ニコールでの煽り撮影、副写、あるいは、風景などの撮影における構図の決定入力を発揮します。で、もちろん一般撮影にも適しています。ということで、E 型を買いました。で、後にですね、F3P を買ったんですよね。報道用のね。で、F3P はですね、B 型のマット式がですね、標準装備になってて、でそれはもうそのまんま、しばらくマット式で使ってましたね。だからこれはファインダースクリーンは特に特殊なものはね、そんな買ってないな。あとまあちょっとこれは趣味でね買ったというレベルなんですけど、P 型っていうのを買ったんだよね。 P 型ここにこの時点ないですね、これね。あー、この新発売の時点ではね、 P 型はないですね。 P 型というのはね、スプリットイメージがですね、斜めになったんですよ。45度に。それをですね、なんか知らないけど、安くで買いましたね。カメラの北村松江店になんかジャンクみたいなのであって、300円ぐらいだって。ほとんど新品同様だったんでね、買って。今でもそれは残ってるかな。はい。で、まあ、この辺は、そして60の目を使い込む。この60の目ってのは多分これニコールレンズですね。ニコールレンズが60種類あったんでしょうね、その当時ね。映像に無限の広がりが感じられてくる。想像の無限の可能性を信じたくなるとね。うん、確かにね、ニコールレンズね、600の56とかもね、すごくね、私もね、うわ、かっこいいなって思いましたね。でね、これはニコンのね、15mmF3.5 ですけどね、15mmF3.5 も持ってました、これは。まあ、これはもうあれですよ、学生時代以降ですよ、に買ったんですけどね。さすがに学生の時には買えなかったかな。一般社会人になってから 15mm3.5 買ったんかな。で、あとこれこれ。180mm の日発。これ ED じゃないですけどね、この写真は。ED180mm の 2.8 買いましたね、これね。金色の帯がね、ED レンズのね、証でしてね、かっこよかったなぁ。で、レフレックスのね、500mm の8はね、買いませんでした。これはレフレックスの500の作例ですね、これね。あ、これ。雲のね、こう、巣の写真。これも懐かしいな、これね。これ、マイクロニコール 55mm ね、F2.8 の写真ですけどね。マイクロニコール 55mmF2.8 は買いました。これはね。で、これね、私のね、友人もね、好きで。で、友人は FE2、ニコン FE2 のブラックボディを持っていて、マイクロニコール 55mmF2.8 を標準レンズ代わりに使ってましたね。うん。やっぱりね、マクロレンズ、ニコンはマイクロレンズと称しますけどね。それも、やはり一眼レフの醍醐味ということで、ね、望遠レンズではない、ね、寄れる写真、ね、レンズとして魅力的でしたね。で、マイクロニコール 105mm の4でこれはありますけど、当時はだからね、まだ 2.8 が発売されてないんですね。でね、これは、105mm の4は私は買ったことはないです。ね、この間先日、奈子さんに買ってもらったマイクロニコールのですね、55mmF3.5 の、時代の、ね、ペアになる 105mm ですね。それが F4 でしたね。これもなかなかのシャープな、ね、レンズだそうでしてね、このね、105mm の4はね、これね、宇宙に行ってるはずですよ、宇宙に。これね。だからなんか、すごく性能はね、もう、まあ、当時、まあ、NASA なのかどうかありませんが、NASA のお墨付きというかね、そういう風なレンズだと思います。まあ、こんなようなことでね、まあ、大体、ね、それで、ほら、これこれ。ね、これは背拍子ですけどね、この製造番号が1200237でしょ？ね、120万台から始まったんですよ、F3 は。それでね、私はね、一番最初に買ったボディはね、もう12ではなくて、紙2桁が14でした。ね、1437227というね、ボディでしたね。未だにこの製造番号忘れないですね。これ一番最初のね、やっぱりね、F3 だったんで、毎日やっぱり嬉しくてね、こうやって眺めてたんですよね、こうやってね、もう使わない時でも。だって当時、ほら、高校生ですから、フィルムもそんなに毎日使えないですよね、お金がないですからね。で、当時はまあ、写真部だったから、白黒現像、モノクロフィルムをね、使いまして、まあ、自分で現像してたんですけど、やはりそれでもね、100フィート巻きを買ってたな。だから当時はトラ X ではなくてね、ネオパン400プレストとかね、ネオパン SS っていうフィルムを100フィート巻きで買って、それで100フィートのフィルムをですね、自分でカットしてですね、パトローネ、で、パトローネってのはね、今ちょっと用意してませんけどね、フィルムの缶ですよね。それにですね、詰めて、
それで36枚撮りとかにですね、自分で決めてですね、長さをね巻いて使ってました。でそれだからまあそういうことで、まあ、フィルムはねある程度その限界のあるね、要は本数に限りのある中での撮影でしたから、やっぱりまあカメラをこうやって触ってですね、動かしたりとかしてね遊ぶしかね、こう手がないのはやっぱりね、こうコストをかけずにね。でだからこうやってカメラをですね毎日のように動かしてですね、でカメラの作動感とかですねを試したりとかしてましたね。これはもうあれですよ、今だったらもう趣味性みたいなところでね、こう何こうやって喋りのね、こうなんかお供みたいな感じで皆さんの前でこうやって、ね、カメラを作動させて動かしたりとかしてますけど、当時はねそういった楽しみもあったんですけどね、やっぱりね触って動かさないと実際の撮影の時にね不慣れな状態でね撮影するとね失敗のもとなんでね、だからとにかくカラーシャッターを切ってですね、このシャッターボタンの感触などをね試したりとかねしていましたね。はい、まあ、今日はですね大体まあ30分動画ぐらいに、ね、したいなというふうに思ったので、まあ、この辺でですね、ねこのですね初期のカタログを見ながらのねお話は、ね、終了させていただきまして、またですね、改めましてねニコン F3 のマイナーチェンジのね動画はね撮りたいと思います。ですから今日はですねこのニコン F3、ね、新発売当時のカタログを見て、ね、思い出した、そういったですね、お話にさせていただきまして、おしまいにさせていただきたいと思います。で今日も赤山修チャンネルをご覧になっていただきまして本当にありがとうございました、ね、これね私の2代目の、ね、F3 です、ね、2代目の F3、ね、初代のカメラは壊れてしまって今は現存しておりません、はい、今でも元気な、ね、カメラでございます、ね、はい、でそれでは皆さんさようなら、失礼します。